東京都で新たに800人を超える感染者が確認され、過去最多を大きく更新する形となりました。モニタリング会議で感染拡大防止に向け公開されたメッセージを見ていきます。田中さん。はい、今日午後行われた都のモニタリング会議では、年末年始に向けて新型コロナウイルスをうつさない、うつらないを掲げたメッセージが公開されました。いつもと違う年末年始、家で過ごそうをテーマに、定期的な換気、家族や親しい人などいつもの小さなグループで過ごす、親戚など久しぶりの人に会うのはできるだけ避ける、買い物は人の多い時間、場所を避けるなどが挙げられました。なるべく家で過ごすという呼びかけについてはいかがでしょうか、小暮さん。はい、これいつものコミュニティグループで過ごすっていうのが大事で、やっぱり新しい人がそこから入ってくると、そこのコミュニティに入ってくると、その新しい人はまた、どこかで何人もに接触している可能性があって、そうするとコロナが持ち込まれちゃうリスクが高まるんですね。なので家族などいつも一緒にいる人たちと、過ごすっていうのは、そういうことで新しいウイルスをね、お互いに持ち込まないように気をつけるということを言ってるわけですね。であとは冬場なので、どうしても換気って忘れがちなので、換気に関してはね、すごくこう注意しながら窓を開ける時間を作るとかを積極的に作っていく必要があるかなと思ってます。はい、またこの年末年始という時期、本来ならば多くの会食の機会があったかと思いますが、今年は会食も控えめに、忘年会や新年会は避けるように注意を促しています。そして会食を行う場合には、家族や普段から一緒にいる人と少人数で、食事・飲酒は短めに、食事と歓談の時間を分ける、そして会話の時はマスクをつけるように呼びかけています。こうね、食事を楽しみながらマスクをつけるというのは、こう実際のところなかなかね、難しいかなとも思うんですが、今はみんながこう意識をもう一段高めて感染拡大を防止していかなきゃいけない、そんな時期に澤田さんなってるんですかね。そうですね、私もマスク会食一度したことありますけど、なかなか大変です。口についたものも気になるし、でもその、お互いのためですからね。はい、さあ、食事の際のマスクというのも、やはり飛沫を防ぐ意味でも効果的ですか、小暮さん。はい、会話するときにマスクをしているかしてないかでウイルス飛ぶ量はやっぱり変わってくるんですね。なのでマスクをするのは効果的なんですが、僕ら医療従事者って日中ほとんどマスクをつけて、コロナが流行る前からマスクにはこう慣れた職業なんですけど、それでもマスク会食、マスクをつけたり外したりしながら、目の前にある食べ物、飲み物を前にこうつけたり外したりというのは自分自身でもすごく難しいので、やっぱり一般の方にマスク会食を進めるのはちょっと難しいんじゃないかなという気も僕はしてます。だんだんに慣れていかなければいけないということですよね。そして初詣についても、オンラインなど新しい季節の楽しみ方を見つけましょう。そして混雑する日や時間を避けてゆったりと出かけましょう。出かけるときには必ずマスクをつけましょうと呼びかけました。澤田さん、もう初詣はこう今からは、もう想像できないぐらい本当に毎年ね、多くの方が1年の、無事を祈って集まるというね、場所ではありますが、やはりね、密になることは予想されますよね。そうですね、でも今は今年はね、オンライン金付きとか、はい、オンライン詣でみたいなのを企画している神社もあるようですし、日本人はね、確かにお正月とても大事ですけれども、無病息災を願うんであれば、1年の初めは家でじっとしてっていうのは、今年はやらなきゃいけないのかなと思いますね。そうですね、はい、そして、いつもと違う年末年始の約束として、こちら5つが挙げられました。いつも一緒にいる人と過ごす、人の多いところに出かけない、常にマスクを忘れない、常に手洗いを忘れない、常に換気に注意する。
小暮さん、改めて基本的な感染予防の対策だと思いますが、いかがでしょうか。はい、どれも今まで言われている通りすごく大事な取り組みです。でほとんどの日本人が、結局これ、かなり意識してやってる人多いと思うんですね。それこそ GoTo トラベルしてた方々も気をつけながらマスクしたりとか、もうみんな十分に気をつけられてるなというふうに、見てるところありました。でなので、日本人って、すごくモラルが高いなって思ってたんですね。であとはやっぱりさっき澤田さんからもお話しあったように、イギリスとか、他にもねアメリカとか他の国で、ワクチンが始まってるわけ でこれをやっぱりこう取り入れないと、いくらね日本の個人のモラルが高くても守りきれないところはあるので、やっぱりちょっと今最短でもなんか来年春ぐらいになるんじゃないかとかいう声も聞こえてるんですが、これやっぱり他の政府が12月から始められていることなので、やっぱりね少しでも早く、そして来年はオリンピックもある年ですし、一日でも早いね承認をしながら、ワクチンを広げていくってことが、接種率を高めていくってことがすごく大事なんじゃないかなって僕も感じてます。ワクチンを待ちつつ年末年始の過ごし方はこうぐっと我慢というところですね。はい、そうですね、年末年始は、我慢が必要です。小暮さん、今日は急遽ご出演いただきありがとうございました。